今日は試験的にですね、庭で捕まえたわらじ虫を持ってきました。食べるかな。お、食べた食べた食べた。あ、わらじ虫も食うんだやっぱり。ここ最近ね、梅雨明けして暑い中連日ね、父親がね、庭の掃除に来てくれてましたね。庭のね、草刈りとか木切ったりとかね、いろいろしてくれたおかげで綺麗になったんですけどね。ずっとね、枯れ木とかね、枯れ葉を山積みにしてあったところをどかしたら黒い土が出てきて、そこにね、うじゃうじゃとわらじ虫、ミミズ、ムカデで、まあ声を小さめに言いますけど G ですよね。 G G の群れがね、バーンで、僕はね G だけ追っ払ってわらじ虫をね、スコップですくいまくって、今ね繁殖できないかって言ってね、容器に入れて育ててます。今日から始めましたので、ね、皆さんまた経過を報告します。増えたらね、餌代が浮くんでね、お金がね、ちょっとあまりない中でね、ちょっと飼育をね、こう健康的に飼育させるにはやっぱり、ね、この土のね、ミネラルをね、直にね、食べてるこのわらじ虫、ものすごい栄養分の高そうなね、腐葉土みたいな黒い土のところにいたんでね、あれ今どこ行ったわらじ虫、豆太郎に1個健康のために食わしたると思ったんだ。おい、おくおくおく、あんた健康にしてこれ食ったことあるか、食って食って、あんた何ビビっとんの、あんた安いのったら絶対食っとった、これコオロギの味にも終わりか。あー食わん豆太郎。皆さん見ましたけど、豆太郎が完全にスルーしたの。あ、豆太郎食って食って、あんた食ったら絶対うまいって、これカエルの大好物らしいでね。あ、どこ行った、あ、水の中入って豆太郎潰した。豆太郎わらじ飯潰しとる。豆太郎そんなことしたらもう死んでまいや、生きのいいわらじ飯があんた食わんなら。チャーさん、おお、チャーさん食っとった。あれ入った、あれあんまり食わんの。あ、でも飲み込んだな。え、わらじ虫結構定番ですよね、山ガエルとかで餌でいったら。雲とか、まあ諸説ありますけどね。僕はね、アリを食べるね、カエルを見たことあったね。おお、この子はちょっと変色だな、やっぱな。野生環境で育ったチャガエルとか食ったもんな、一緒吐き出しながら。食べなさい食べなさい。ちょっとね、今日はね、わらじ虫ね、大きいの2匹だけ今ね育ててるのでね。誰が食べるの。お、豆太郎ちゃんか。いいよ、トサカ。どこ行った、トサカ。あの細い子もね、トサカ